前回までのあらすじ、地球防衛は夏休みの宿題だった。そういうことやねん。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。EDF 新人隊長のニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。今回も地球防衛軍をやっていきましょう。目的地点に到着しました。よし。この先に何があるのか確かめる。突入せよ。ここから先は未知の世界だ。慎重に進むぞ。一体この先には何が。見張りがいるぞ。見張りを排除する。ズクズクしてると仲間を呼ばれるぞ。迅速に排除せよ。ミッション32、ホラーな侵入作戦第1段階、地下から出てくる巨大生物の出所を調べるミッションです。早速エイリアンがいたな。もうここが出所ってことで帰りません。サボンナサボンナ。だって、早く帰りたいんですもん。早く帰ってアニメをタラック見たいんです。地球防衛よりアニメの方が優先順位上ってどうなってんだ。よしよし、金の敵はすべて倒せましたね。ミニマップを見る限りまだ奥に敵が残ってるぞ。あいつらも倒さなきゃいけないんですか。この先は一体、どうなってるんだ。奥に何かいるようです。そりゃそうだ、ミニマップに映ってんだから。奥に怪物がいるぞ。戦闘開始。今回持ってきた武器はガリオン速着艦砲に超持ちと盾スピア。機関砲の弾幕で敵を減らし、近づいてきたところをスピアでズドンですよ。今のところ全く敵を寄せつけてないな。いやはや、弾幕は正義ってことをまざまざと見せつけられました。食事後のあったかいお着雷正義ですね。どういう例え？いくら数でこちらを圧倒しに来たとしても、ガリオン速着艦砲に超持ちの前では散り合ったよ。確かに、マザーシップから降りてくるエイリアンがどうしてこんなところに。地下に潜る必要性もないしな。もしかして前世の記憶とかそんなやつっすか。まさかのスピリチュアル系。よしよし、一通り落ち着きましたね。アイテムを拾って味方を回復させておきましょう。お、雲。この射程、スピアで届くんだな。強化されて射程が大幅に伸びましたからね。敵が一方向からしか来ないホラー穴では大活躍ですよ。おっと、広めの空間に繋がりましたね。そしてここにも雲がいると。広い空間で戦わず、狭い通路に誘い出してから戦え。古事記にもそう書かれていました。古事記そこまで野蛮じゃねえぞ。古事記って太古の地球防衛の記録文書じゃないんですか。だからこんなにも戦闘についての記録が残ってるんじゃないんですか。もうお前に本心やり直してこいよ。とにかく、広いところで戦うのは不作とか言ってたらウィングダイバーがやばい。助けに来たぞ。今のうちに奥へ。なんとか救助が間に合ったな。これできっと彼女は私に惚れるに違いない。絵心丸出しなんですけど。こんな華麗な救出、私だったら惚れてますね。それはただお前がちょろいだけなのでは。奴ら、怪物の巣穴に住んでやがるのだ。怪物を守っているに違いない。奴ら、怪物を繁殖させようとしてんだ。不法滞在、不法就労か。やめさせないとな。許可する。なるほど、エイリアンは巨大生物の育成係なんですね。だからあんなにうじゃうじゃ湧いてくるのか。ブルーバードとかアリバトーとか歌ってるんでしょうか。それは生き物係だ。楽しんだのか。ここで怪物が繁殖しているようなら、人類にとって最悪の事態と言えます。必ず最深部までたどり着き、事態を解明してください。分かっている。だが被害も小さくはあるまい。地下で巨大生物が繁殖している。つまり敵は地球の自然も使って侵略しに来てるってわけか。この地下道、怪物が掘ったのかよ。奴ら、地下に巣を作るのか。潰さないとえらいことになるぞ。本当ですよ。これから私たちを目をめくらしていけないですよ。いつ地下から巨大生物が襲いかかってくるかわからないからな。アリオン殺虫剤でも噴射しときます。そんなんで解決するか。だってアリオン殺虫剤ですよ。地下に噴射しておけばもうおしまいですよ。はい、完結。あとはエイリアンだけと戦う第2章に進みましょう。そもそものサイズ感的に絶対効かないんだよな。ってことで次の大きなホラー穴にやってきました。ここも先ほどと同様、ここの細い通路に誘い込む作戦でいきます。戦闘開始。さあさあ、早くこっちまでやってくるんだ。ここまで下がればあとは地域でおしまいですよ。私、ホラー穴での戦闘法、見つけちゃいましたね。確かにこれなら安定して倒せるな。けど、普通に敵の物量がやばい。撃っても撃っても増えてくるってどういうことだ。まあここが敵の地と考えられてる場所だからな。ここに敵がいればいるほど死の可能性が高いってことだ。味方がやられた。うおうおう、撃て、撃て、撃て。ダメ切りがないから絶対諦めるの早くね。だってこんな物量で来られるとさすがにさばけないですって。プライマー側もそこら辺考えてほしいんですけど。家に殴り込まれて電力
力で追い出さない方がおかしいんですけど。作戦変更、視野で後ろのありもろとも貫き、これなら次第に弾幕が遮られることもない。停止停、アーマーがいきなり半分以下になったな。ありもさん、バカにできないですね。回転寿司で頼むサイドメニューのありものくらいバカにできないですね。だからどういう例えなんだ。にゃんたかさばけたので広い空間に出ることに。どうやらここの下にエイリアンがいそうですが、出てくる気配はないな。ここは大胆に突撃。オラオラ、観光のに強持ちを食らえ、圧倒的火力の前に貴様らはひざまずくのだ。よし、まずは一体、エイリアン2体をほぼ貫通できてるな。あとはスピアで。よし、一丁上がり。こんなところでエイリアンに会うとは思わなかったぜ。確認しろ。エイリアンの奴ら、ここが居心地いいらしい。冬眠でもするつもりか？宇宙人のくせに。音がします。この奥に何かいるようです。ひょっとしたら奴ら地底人かもしれないな。怪物の反応だ。まだまだ巣の中心部には時間がかかりそうですね。まあこんな簡単に巣を壊せるわけないもんな。もうここが巣の中心部って言って帰りましょうよ。普通に嘘の報告すんなし。嘘、先行部隊と合流しろ。あ、まさかの増援ですか。しかも軍装か。ありがたいな。先行部隊どこにいる。ここです。コッココッコ。正解はホラー穴の柱の近くでした。レッサー、お前か。危険な任務だ。俺が守ってやる。どっち、カジョ。よくこんなところまで来られたな。またひどい任務を押し付けられたもんだ。悪夢だ。こんな場所で戦うなんて。まあここを放置してた方がまずいと思いますけどね。敵は早めに倒す。夏休みの宿題方式です。バッサリカット。見つけた賊も、うせ、うせ、味方も増えたし楽に倒せそうだな。当たろうよ、軍装が来たら100人引きよ。なんせ私と一緒に戦場に行って帰る唯一の部隊が島。それはもうノーズソンくらい安心感があるぜ。ちょっとガチ目に引かないでもらえます？画像を解析しました。自然の地下洞穴です。そこに怪物が入り込み、拡張して巣に作り変えたものと思われます。半分は自然の凍結か。凍結って言うんですね。これ知りませんでした。怪物はどこにでも巣を作れるわけではないということかもしれません。ならばここを潰せば当面の危機は去る。なんかこれ普通に巣を潰すノリになってません？最初は偵察目的だったはずなのにな。よし、オッケー。洞窟はまだ先があるようだ。負傷者はいるか。この洞窟、どこまで続いてるんだ。油断がある。これだけ降りてもまだ先があるなんて。この大きさ、普通に大洞窟ですよね。自然の洞窟がある場所でしか巣を作れず、さらにエイリアンの助力が必要だとすれば、怪物の繁殖力はそれほど高くないということになります。人類にとって朗報だ。怪物駆除の先が見えたな。この作戦の成功を祈ります。後続部隊が到着した。合流せよ。お、さらに味方の増援ですか。とりあえず迎えに行きましょう。まもなく追いつくはずだ。いつもはこんなに味方をよこさないのにな。よし、先行部隊と合流せよ。お、増援はウィングダイバーですか。よく無事で、ここから先は我々に頼ってください。おう、むっちゃ頼もしい。頼りますよ、ウィングダイバーの姉貴。間に合ってようだな。こっちはここまで無傷だ。そりゃあそうでしょ、私たちが切り開いたんだから。何言ってんだこいつら。大王の差がすごい。怪物の反応です。おい、悪い予感がする。手強い敵がいるかもしれないな。突入しましょう。運はすんごいわかりやすいフラグだな。さすがにここまで来て普通なのはおかしいので、慎重に行きましょう。一人にするなよ。暗闇の世界、今日を壊して進め。せめて他のリアクションしてあげて。よっしゃ行くぞお前ら。おそらくここが最新部。作戦はここに留まって釣り出しからの格好撃破。私の狙撃が合図だ。心してかかれ。下にこんな大軍がいるなんて。自分ってわけか。エイリアンもいるぞ。死
オラオラ、センサー機の中距離狙撃を食らえ、電弾喫破すれば赤エイリアンだろうともヒルミループが可能。よし、赤エイリアン撃破。風やばい、赤アリを絶対に近づけさせるな。まだ交代できる道は残ってるぞ。うわぁ、窮地、窮地、DBF 飛散戦術を今ここで使うとき。艦砲の弾薬が切れた。ならばここからスピアのターン。まとまった敵を全部口出しにしてやる。そして今晩の食卓に出されるか。食べないからね。食べませんよ。なんで口出しを食べなきゃいけないんですか。まあ確かに狩猟のためにあやめたってわけじゃないしな。ハンバーグなら許しますけど。種類の問題なんかい。よっしゃ、かなり数が減ってきた。みんな、あともう少しだ。奥に赤エイリアンが見えるな。怪物を残しておくわけにはいかない。全て駆除しろ。了解。ほら、赤エイリアンは私と対マンだ。案外すぐ終わっちゃったな。どうやら直線の釘をうまくつけたようですね。ここが洞窟の最深部なのか。洞窟はまだ先があるようです。よし、弾薬を補給し、作戦を続行する。まだ続くんですか。まあまだ敵のすらしきものは見えてないしな。何はともあれ、今回も無事にクリアですね。おっと、新武器はありませんか。まあ今回はただ洞穴を探検しただけだしな。ちゃんと洞穴と発音している。ハックルパフにプラス2億点。上げすぎですけど。ってことで、今回はここまで。次回もまた見てくれよな。